さん1週間の献立が、うわぁ広っ。今日のバディはこの方、岐阜院駐屯地業務隊糧食班長の麻生純一です。管理栄養士の麻生です。あーよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人が、はい、隊員さんが召し上がる食堂のリーダー的存在ということで、そうですね、はい、見学させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、管理栄養士さんがいらして、はい、こうもう日々栄養を、はい、栄養を考えて献立を作ってます。365日ですね。湯布院駐屯地のツイッターをいつも拝見させていただいてたんですけど、はい、食堂の飯がうまそうすぎる。ありがとうございます。私が見た時はオマールエビが出てましたよね、はい、あそうです。ちょっとコロナで一時期駐屯地がこう落ち込んだ 時期がございまして、食事で食でちょっと隊員に少しでも、はい、あの元気与えられないかなというところで、はい、ちょっと隊長のアイデアいただきまして、わ、はい、であの湯布院町内のフランス料理店のオーナーシェフに相談して、はい、で快くあの協力いただけるってことで、はい、そうなんですね、はい、そういう経緯があったんですね、はい、フォアグラも出た時ありましたよね。はいはいはい、シェフがこういらっしゃってフォアグラが、はい、湯布院駐屯地さんのツイッターは、はい、いろんなこう訓練の映像写真とかを載っけて、一緒にカモの写真が、はいはい、載っけられることが結構定番でよくあるんですけど、はい、フォアグラの料理が出た時のカモの写真が、はい、顔が悲しい顔してます。ちょっと見てみてください。麻生順位、はい、この食堂に入るときってなんかこうルーティンがあるって聞いてるんですけど、はいはい、そうですね、お見せいただいていいですか。はい、はい、じゃ消毒マットになっております。へー、はい、まあ、必ずここで足の裏を消毒する、うん、手で入りまして、はい、食堂内は帽子はかぶりませんので、帽子掛け、もしくは軽症なり挟んで、はい、あへー、はい、待って、はい、これ名前書いてある。そうですね、ここはあの幹部食堂になりますので、うん、ちょっとVIP の方、置き場がもう決まってるんですね。一応、はい、一般隊員さんはもう適当にどこでも、そうですね、だいたい背中に刺すか肩章に刺すかあっていうような感じで、はい、ここにですね、そうですね、間にこう刺すってことです、はい、そうですね、なるほど、はい、手を洗います。はい、アルコール消毒をします。はい、中に入ります。はい、また失礼いたします。これはちょっと珍しい、はい、珍しい。これが珍しいんですけどね、ちゃんと申し込んだ数が本当に来てるかどうかっていうので、はい、喫食率っていうんですけども、はい、これ押していただいてちゃんと食べに来ましたよと、はい、確かめる、はい、あ、自分の舞台の押しですね、はい、してもう基本セルフになっておりますので、はい、ここでお盆を取って、今日はですね記念行事でお弁当の日なので、今日はもう食堂自体やってないんですけども、必要、はい、でしたらここにずらっとおかずなり並んでおります。それを順々に取っていって空いてる席に座ると、はい、一旦流れになります。ちなみにご飯は、はい、おかわりは自由ですか。自由です。自由ですね。おかわりは自由、はい、自由です。あ、なんかご飯のエネルギー量、はい、だいたい 250g が自衛隊基準なんですか。そうですね、基準だと思います。へー、はい、これなんですか。いやー、うわすごいリアルですね。うわ、食べ過ぎたらこういうのがつくよと。あー、今しめです。今しめで徹底されてます ね、管理が。ここ最近特に栄養管理に徹底しておりまして、へぇ、深く栄養士さんが計算して、はい、どこの駐屯地でも栄養士さんっていらっしゃるんですか。今各駐屯地に1名います。あ、日々こう隊員さんの体調を考えながらメニューを作られてるってことですね、はい、うわー広いですね、はい、で約300人が一気に座って、うわー広っ、景色が見晴らしがいいですね。純奉仕の、はい、一般の隊員食堂になります。はい、何この、サラダバー感があるけどこれ。ね、ここそのままですね。サラダバー？そうですね、サラダバー。そうなんですか？はい、食べ放題なんですか？もう自分の好きなだけ。はい、サラダも、はい？珍しくない？ご飯は自分で盛るっていうのはよく定番だと思うんですけど、はい、サラダバーは初めて見たかもです。そうですか。これは健康になりますね。はいはい、こういったものも。はい。考案してます。ドレッシングですね。大分地区で栄養士たちで作ったドレッシングを。本当だ。食べれます。すごい。ここ限定なんですかこれ。はい。
駐屯地限定です。はあ。売店にも売ってるんですけど。あ、売ってるんですか。売ってます。すごいミリ飯じゃないですか、これ完全に。ね、隊員さんが食べている。これは？幹部食堂はさっきカウンターがありましたよね。はい。で、こちらはですね、通常お箸が刺さってるんですよ。あ、それを取るってことですか。はい、で、それを取って何本なくなったかで、はい、今回は何食食べたかっていうのをチェックしております。はい、ユーフィンチュートンチの特色ですね。あ、なるほど。はい、確かに。なんか1本ぐらいおみくじ入れといたら良さそうですよね。はい、1週間の献立が出てます。 A 献立、 A 献立は普通食なんですけど、一般あ、そうなんだ。食べ過ぎな方は B 献立を選んでます、はい、あ、なるほど。 B 食べ過ぎ、ちょっとぽっちゃりさんはこちらをどうぞってことです。はい、ダイエットメニューってことですね。はい、うちの駐屯地につきましては、鈴木団という部隊がありますので、食事作戦下級職というものが、はい、ちょっとメニュー鈴木団の部隊にはつきます。特別下級職っていうのは、激しい訓練をした時とか、はい、ちょっと特殊な訓練をされてカロリーがたくさん必要だぞっていう時に出る、はい、補うための食材ですね。そうですね。もうシュウマイだったり OS1 だったり、エクレア、はい、アイノフラに行った時に、はい、こういうメニュー見たんですけど、はい、その時もエクレアだったんですよ。そうなんですよ。名物ステーキの定番なのかなって思っちゃいましたけど。あ、じゃあ私も動いたなって時はエクレア食べるようにします。はい、スーキランと一緒で、はいはい、特にこの駐屯地で人気なメニューとかってあるんですか。ご当地メニューっていうことで、湯布院開放ランチっていうのを作ってます。ご飯を湯布だけの形にして、隊員の大好きなハンバーグ、ここ特化隊ですので、はい、フォーをウインナーとして、なんかこう見立ててですね、名物料理ですか。はい、わ、食べてみたいそれ。あと陸自飯っていうのが、はい、今陸上自衛隊グランプリっていうのを行いまして、はいはい、うん、それをパクって駐屯地の新献立として、はい、発表してます。じゃあ全国のノミネートされた、はい、名物料理をこちらで全部食べれると、はい、すごい、いろいろ工夫されてるんですね。湯布院駐屯地優勝やん。食事も美味しいし、すごい。じゃ、今は業者さんが作ってらっしゃって、はい、昔は隊員さんが作ってた。そうですね。へえ。平成の21年ぐらいまで。あ、駐屯地ですね。これまではもう駐屯地の中の若い、特に若い隊員、はい、から順番で3ヶ月から半年ぐらいの、そうですね、大体3ヶ月ぐらいで期間で、はい、へー、 CP 任務っていうやつですか。そうですね、はい、KP、CP、 KP はさらわない、おさらわない、はい、CP が作る方ですね。はい、毎日何があるか分からない、はい、え、何、毎日何があるか分からない、はい、若いので料理もね、そんな慣れてない方もいらっしゃると思うのでね、みじん切りにしないといけないものを全部すりおろしちゃった。私もやったことあります。わかります、気持ち。え、玉ノ井山荘もやってたんですか。やってました。私は幹部食堂で配膳係と、はい、一般食堂で作るのと2回やりました。へえ、みんな麻生さんにお世話になってます。あ、その時、あ、なるほど、麻生さんがこう指導というかされてたってことですか。はい、え、麻生さんってどうなんですか。え、麻生さんですか。はい、怖いんですか、仕事中。怖くないです。ちなみに玉ノ井山荘の食堂の一番好きなメニューとかありますか。一番好きなメニュー、パンナコッタすごく好きで、はい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 、美味しすぎたし麻生さんに言いに行ったんですよ。麻生さん、パンナコッタ美味しかったんで月1出してくださいって、はい、スイーツ女子も満足な、はい、美味しさ、美味しさです。食べたい。ゴールデンソープリンは、はい、あっ、めっちゃ凝ったメニュー出るんですね。凝ってて、いろんな種類が出て、定番というよりもどんどん次から次へと新しいものが出てくるっていう楽しみもあるし、はぁ、すごく美味しかったです。おー、盛況な特化隊の皆様の陰には工夫が凝らされた栄養食事がありました。はい、これからも隊員さんの胃袋をバッシリ掴んでください。はい、はい、頑張ります。以上、状況終わり、遅れ、湯布院駐屯地、ツイッター、インスタ、はい、Facebook、はい、YouTube されてますので、はい、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、偵察せよ、状況終わり、遅れ。